ワードを使って名詞を作ってみませんか？テンプレートにはビジネス、プライベート、ショップカードなど用途に合わせたデザインが豊富に用意されています。それではテンプレートを開いてみましょう。シートの左上の名詞の情報を編集すると、他の名詞にも一括で自動反映されます。変更したい文字の色や文字の装飾は好みに合わせて変更できます。まずは文字の色を変更してみましょう。変更したい名詞の文字を同時に選択し、フォントのテーマの色を変更すると、まとめて同じ色に変更できます。次に文字を装飾してみましょう。変更したい名詞の文字を同時に選択し、フォントの文字の効果を選ぶと、まとめて同じ装飾をすることができます。次は会社のロゴや顔写真を挿入してみましょう。挿入した写真をコピーして貼り付ければ、簡単に顔写真付きの名刺を作ることができます。デザインが完成したら、市販の名刺用紙などに印刷します。素敵な名刺が出来上がりました。写真入りのオリジナル名刺だと、相手に自分を強く印象付けることができ、会話も弾みますね。